全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。先日ですね、ノルディスクのブランド紹介動画上げたんですけど、今回ですね、毎回恒例ですね、ノルディスクのキャンプ道具、Amazon で見ていきたいなと思います。このチャンネルではキャンプの動画を毎日上げています。毎日上げていますので、役立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録していない人はぜひこの機会にチャンネル登録していただけると嬉しいです。では早速見ていきましょう。さあ、ノルディスク、今検索しました。ね、こういったまずアウトドアテーブルあります。これですね、ノルディスクとヘリノックスのコラボのテーブルですね、布テーブルあります。で、こちらがアウトドアケトルですね。で、次、ノルディスクとヘリノックスのコラボのコットですね。コットでも 57,999 円で、テントぐらい料金かかりますね。かなり高いですね。で、ドリンクボトル 5,645 円。で、次、ノルディスクのバッグ。これが 13,580 円。で、ノルディスクのバッグこういったのもありますね。リュックタイプのものもありますし。で、あとはノルディスクのマグカップ。これはダブルウォールっていうので、保温が効くやつ、6420円。で、その次がノルディスクの、これもマグカップなんですが、こっちはダブルウォールになってないやつなので、3850円。これだったらかなりお手軽価格ですね。で、ノルディスクのテント、アルヘイム。これが14800円。そうですね。やっぱり10万以上はしてきますよね。で、次、ノルディスクのテントで、オップランド。これはナイロンのテントですね。先ほどのアルヘイムの方はコットンテントなんですけど、ポリコットンのテントで、今回このオップランドの方がナイロンのテント。それでもやっぱり95,000円しますね。で、次、ノルディスクとヘリノックスのコラボのチェア、27,500円。ヘリノックスのチェアとかだと10,000円とかで1万ちょっとで買えるんですけど、やっぱりヘリノックスとノルディスクのコラボになると27,500円しますね。これはポリエステルのチェアですね。ポリエステルのチェア。次、ノルディスクのタープ、ボス。これは15,273円。タープはそんなに高くないですね。ポリエステルのタープ。他のメーカーとそこまで変わらないですね。で、チタン製のカトラリもあります。チタンの先割れスプーン、2750円。まあ、これぐらいだったら手出せるかなって感じなんですけど、まあ、先割れスプーンで2750円。まあ、しますよね、やっぱりね。で、ノルディスクのテント、ファクシー。これ84,800円。10万切ってると安く感じますよね。ノルディスクのバッグ、ユグ。これ15,400円。北欧の、まあ、デンマークのブランドなので、やっぱり寒さ対策っていう商品結構あって、ダウンシューズ6,600円。こういったものもあります。で、ノルディスクのバッグ16,800円。で、フォーク、スプーンセット5,458円。ドライバッグ4,004円。タープ59,999円。で、こういったノルディスクのフック2530円、ロープ3300円、で、アスガルドテックミニ88,000円、すごく可愛いテントですよね。で、ステッカー550円、ノルディスクのテントユドゥン101,200円。なんかもうシェルターに近いですよね。カラビナ2530円。こんな感じでね、ノルディスク、まあ、テントの種類結構多いんですけど、他のブランドとちょっと違うのが、例えばチャムズとかだったら、いろんな商品、ちょっと変わったものとか、他で売ってないようなものがあったりするんですけど、ノルディスクはどちらかというと、もう本当に定番商品。そんな変わった商品を出すっていう感じではないですね。でも、まあ、テントなんか特にそうなんですけど、他よりも快適に過ごせるもの、そういったものを提供しているというイメージですね。まあ、ちょっと料金結構するものが多いんですけど、マグカップとかだったらお手軽に買えそうですね。では今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。